はい、プラレールのジェームスなんですけど、長いことうちにいるね、これね。実はおしゃべりジェームスになってるやつなんですが、ちょっともう老朽化というかね、こう電源オフの状態でちゃんと走んないやつね、もう、うん、早く走ったからね。そう、前はねすごく早く走ってたんでね、オンにしても当然こうカチカチなし、オフにしてもカチカチな、多分ギアの問題だと思うんで、今からちょっと回復手術を。回復手術？そう。壊すの？壊すんじゃないよ、直すんだよ。じゃあ開けていきますね。開いてきた、うん、はい、取れた、取れたね、うん、ほこりがね結構入るんですよ。これでも回んないよね、回んないな。ということはここがもう回んないな。これも外してみましょうか。あー、そこも外すためにの？そう、はい、ちょっとこっちの横も、このエンジンルームってこれも取ってみましょう。はい、あ、取れた。あ、こうなってんだね。ミニ四駆世代はご存知のこの例のモーターですよ。モーターは動く。じゃあここも動くな。あ、これもちゃんと動くね。動く。うん。あれ、ここか？ここ？ここは動かない。ここは硬い。ここは硬い。すごい硬い。原因はこれだ。あー、そうか。うん、このネジが、ここか。このネジっていうか、これがここに入ってるんだけど、これスプリングが入ってて、これがね、これにゴミがいっぱい詰まってて、多分それが原因かな。なんとか直りそうだね。じゃあエンジンルーム閉めました。じゃあ次に、これをこのジェームスに戻しましょう。うん、はい、じゃあこれであとはジェームスのこの車輪をつけて、あと中側の車輪もつけて、ここに注意しなきゃいけないのはここですよ。これこのね、連結部分、これをちゃんとね、この真ん中にここに入るようにしないといけない。よし、じゃあこれで一応ゴミを取り除いたんで、あ、これは大丈夫になったね。うん、あとはこの電池を入れた時にちゃんと走るかどうかだ。はい、じゃあ新しい電池入れてみましょう。うん、走らせてみよう。やった、はい、じゃあえちゃん、スイッチオンにしてください。ちゃんと動くかな。動いたね。動いた。前みたいに速いね。うん。はい、以上をもってジェームスの修復完了です。おめでとう。よかったね。よかった。